はい、前の皆さんこんばんは、秋葉岡田明です。今日はね、こんな感じでまたまた焼肉とちょっとしたお寿司買うてきたんで、これで晩酌していきたいと思います。それでね、早速いつものごとくビールをプシュッと開けていってみましょう。今日もヒエヒエのグラスいってきます。チャラッと入れて、わおー、このね、おっきいグラス、これもええね。ということで、本日も皆様お疲れ様でございました。はい、で乾杯。いやー、このグラスもね、結構その、なんていうの、ごっついから飲みやすいね。ということでね、今日はほんまにまた焼き肉やねんけど、私お肉大好きやからね。で、ちょっとね、いつものスーパー万代さんでこのね、焼肉用のお肉、それとこういうさ、焼肉用のお肉もええんやけれども、お肉も肉もって何言うてんねん。ちょっとさ、ちっさいやんか。ほんで、おっきいって言うたらおかしいんやけども、こういうバラ肉あるやん、塊っていうのかな、バラバラになった肉、こういうのもええかなと思って。で、それとね、気になったんが、この最近なんかな、万代さん、サバのお寿司を出てんねん。これ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 、ごっついサバが入ってんな、これ。で、私が最近ハマってるナスの煮浸しでございます。それと、本日のウインナー、久しぶりの登場、シャウエッセン、これね、シャウエッセン、こんな感じで晩酌していきます。ということで、まずは最近ね、私大好きなナスの煮浸し、これいっときましょう。煮浸しね、ちょっと焼肉に煮浸しどうかなと思ったけども、これナス好きやね、柔らかいやつ。うん、この甘く煮込んでんの、うまいわ。うん、これでビール。あ、またいただきますいうの忘れた、いただいておきますということでね、ね、ビールまた入れよう。チャラーっと入れて、このグラスもな、ほんまよう入るわ、ええ感じ。ということでね、ほんなら早速、今日のね、焼肉のタレはいつものこのね、我が家は焼肉屋さん、それと最近ね、ちょっとこれお得にハマってるごまだれ、ごまだれっていうか、いつもごましゃぶのタレ使ってるやんか。でもね、こっちの方が結構安いね。これ山佐さんのやつ、山佐さんのやつのごまだれやな。これをだからチャラッと入れると、ちょっとね、いつものごまだれよりはちょっとそのシャバシャバチックやねんけれども、そのドロッとまではいけないけど、ちょっと軽いドロッとか。それと、我が家の焼肉屋さんね、まあこんな感じだね。ほいで、一応いつものごとくこの大量のネギ、ネギね、このスーパー行ったらさ、ネギ売ってるやん。やっぱりね、ネギこう入れとかんと、こっちの味噌だれにも入れとくか、軽くな、軽く入れて。で、こんな感じやね。で、ほいなら早速どうする？もう肉焼こうか。うん、肉ね、早速肉焼いていきましょう。ということで、いっときまーす、こんな肉ね。よし、ええ感じ。ちょっと2切れぐらいいっといて、あ、ウインナーね、シャウエッセン入れとこうか。シャウエッセン時間かかるしな。うん、で、ちょっとこれ邪魔やから、それと煮浸しいっときましょう。煮浸しでございます。煮浸し、煮浸し、煮浸し。うん、うん、うまいな。うん、はい、見る、今そこに着いたかな思って。うまいね。で、もうええ、返す、わお。あれやな、ちょっと火力が弱いというか、まあね、ミニグリルプレートはそんなに火力きつないからあれやねんけれども、焼き丸くん出そうかな思ったけど、焼き丸くん大きいからな。最近さ、やからこのミニグリルプレートよう重宝するわね。ちょこちょこコメントでもいただいてるけれども、僕の真似して、まあ真似してっていうか、そんな偉そうやないやけれども、同じようなミニグリルプレートこうだねっていうコメントもね、ただいただくんで、これほんまね、あったら便利やねん。ただ何回も言うように、これ外れへんねんな、この下の台と上が。で、丸穴やったらあかんって一応説明書には書いてあるから、壊れても知らんでっていう格好やねん。まあ一応僕も丸穴やってるけどね、やってるけど、それはもう自己責任でやってや。
もし壊れても私知りませんのでね。でもほんまにね、うまいこと使ったらこれ便利なプレートなんだわ。うん、ということでね、軽くまず早速焼肉、我が家は焼肉屋さんにしとくかね。我が家は焼肉屋さんで行っときます。タラッとこうつけてネギを巻いて、こんな格好でいこう。うん、うまい。やっぱり肉はうまいな。で、続きましてこのごまだれ、ごまだれの方にチャラッとつけて、で、いただきましょう。うん、ビール、ほんま、僕肉好きやからさ、ちょこ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 焼き肉さんとか行ってるやんか。でもいつも思うのが、ほんまにこう、なんていうかな、焼き肉屋さん行っても食べるお肉も美味しいやね、美味しいんやけど、やっぱりさ、家でこうやって自分のペースでやる方がなんとなく安心して、なんつうかな、肉食うてるわーっていう、ほんま実感できるわ。なんでなんかね、好きなペースでっていうか、お店の人とかもいてないし、その変な気使わんでええからかな。まあその辺がなんとも言わないけどな、そんなにええ肉じゃないんやけど、まあまあええ肉でやる時もあるけれどもね。まあまあこういう安物肉、今日ほんま安い肉やね、これ。こっち側が何倍やったかな、980円やったかな、なんかそんなんやわ。で、こっち側が細切れって安いやん、細切れって。で、こうできたんだわ。で、まあそらそうと、あ、サバね、サバ寿司で醤油な、醤油チャラッとさっき入れとこうか。醤油、ちょっと待って、よいしょ。これほんまごっついやろ、このサバ寿司。これね、ほんまたまらんで。チャラッとこう、簡単にこう、このぐらいでええかい。チャラッとこう、こんなもんでええや。こんなもんで、やっかり、こんなもんでどう。で、早速、いっときましょう。まずこっちのサバ寿司いっとく？こっちもね、結構大きいね。これ、ほらほらほら、この厚み、ごっついでしょ、サバ寿司。うん。焼肉にサバ寿司っていうかお寿司、あえへんのんかもわからんけれども、なんとなく今日食いたくなって、肉食いたいなーいう気持ちやってんけど、このサバ見た瞬間、サバごっついやが分厚い、うわーこのサバも食いたい。これあれか、お寿司と焼肉やったらちょっと種類がちゃうかなと思ったけどまあええか思って。でもようよう考えたらさ、食べ放題とかのお店とか行ったら、あれどっかかな、焼肉屋さんでもさ、食べ放題とか言ったらさ、ご飯とか、そのおかず系で、こういうお寿司とかもちょっと置いてはるとかあるやん。まだ全然そういうお店は行ってないけどね。焼肉の食べ放題は行ってないけど、その、なんてやろ、ファミリーレストラン系みたいな焼肉屋さん、焼肉の食べ放題やったら、いろんなメニュー置いてるとこって聞いてんねんな。聞いてんねんなって、下回って。だからあんなとこも一回行ってみたいなと思うんでね、またこれからもいろいろ行くんでお楽しみに。ということでビール、うまいな。ビールないわ、ビール取ってくる。ということでビール取ってきたんで、ブシュッと開けて、またまた行きましょう。いっくでー、チャラッと言える。わおー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 、素敵でございますな。うん、で、まあね、ウインナーはもうちょっと時間かかるやろな。で、さっき煮浸しいっとこう。煮浸し、茄子び煮浸し。うん、ほんまこれももうちょっとな、大きく切っといてくれたらいいやけどな。うん、うまい、うまいな。うん、で、お寿司いっとこうか。お寿司ついてるやん。お寿司、お寿司、お寿司ね。早速さ、このどでかいやつ見て、これ、ほら、このサバやからね、こんなん入ってるから、これが食べたかってん。ちょっとこれもう一口いっとこうか。うん、ほんま
なんていうの、あの行儀悪いかもしれんけど、口の中にもう頬張ってるいう感じやわ、たまらんわ。ええ年してええんか、なんかお前口の中頬張って食うなよって言われそうな感じやな。デビル、うまいね、うん、で、ウインナーおちおちいける？ウインナーって、そう言うたらね、視聴者さんにいろいろ教えてもらってるけど、基本的にはこれ夜間でも食べれるはずやねん、確か。あ、そのままでも召し上がりいただけますか、書いてあるわ。だからもうええ感じやねん、これ。そう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 、やっぱり冷たいままやったらウインナーであかんのかなっていうふうな格好で思ってるんやけどね。で、焼肉のタレに、今日本日はシャウエッセン、シャウィーダンスやったっけ。シャウエッセン、そうやな、え、シャウやった、あの宣伝伊藤。うん、やっぱりこの焼肉のタレにはたっぷりのネギ入れて、今見てもだ、ネギ絡めて食った方がうまいわ。うん、これをね、こうネギあるやんか、でこれをこのウインナー取るやん、ウインナー取るやんか、こうやって取って、さっきみたいにこのウインナーを絡める。ちょっと待って、取れへんの、大丈夫か、いけるいける、ほらほらネギを絡めていっとく。うまい、ほんまうまいな、ビール。でもちょこちょこお肉屋さん行って、あの焼肉屋さん行って食べてるけど、ほんま何ていうの、美味しいお肉、まあ、美味しくないお肉っておかしいけど、美味しいお肉の中にもいろいろあるけれども、でもほんまお肉屋さんって、ほんまそのお肉屋さんの数だけタレはみんな違うな。うん、ほんまこの我が家は焼き肉さんとかでもようできてるなと思うけど、やっぱりこう行く店行く店に言って、あ、このタレ好きやなとか、このタレはちょっと苦手やなとかないっすか皆さん。焼肉屋さんでもさ、そのお肉本体は、あ、この肉うまーとかいうのもあるんやけど、このタレうまとか、このタレ自分好みとか、あ、これはちょっとこう何て言うな、あんま好みじゃないかなというタレありますよね。あのタレな、やっぱりタレで焼肉屋さんってその繁盛するとかせんとか決まるんやろかね。ちょっとこの細切れの肉いっとこう、これがね食べたかって、おっきいお肉だから分厚くはないんやけれども、このおっきいお肉ね、ほらこういうのをじっくり焼くというよりも、よくさ焼きそばとかに入ってる肉やろこれ、やんな、今日は牛肉やね。何やろ、お金に余裕があったからじゃないんやけれども、久しぶりに牛肉で焼き肉しようとか思って、ちょこちょこね豚肉とか鶏肉でな焼肉やっとったけれども、そうじゃないし、今日はもう何ていうの、牛さん、牛、もうもうの牛さんでいこうかなって。このさ、ほんでしゃぶしゃぶ風のこういうお肉やったら、これは絶対味噌だれで食った方がうまいと思うね。で、新鮮やから、多分新鮮やから、そりゃ新鮮やからな、今日買うてきたとこやもんな、今日買うてきたやから先買うてきたとこや。だからちょっと赤身残っとってもええ具合がちょうどええと思うね。だからこれがちょうどこのぐらい、これ皆さん見ていただろうか、わあちょっと待って、これ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 、このぐらいの赤身が残ってるところにたっぷりとこの味噌だれ、あ、味噌だれちゃう、ごまだれ、ごまだれをこうつけてね、味噌とごまと間違えるなお前ってよう言われてるもんな、いとこ。うん、ちょっとまあ、さっきビールビール、ちょっとお肉の漬けだれにしては、このしてはってなんでなまってん、このごまだれ薄いかもわからんわ。いつものあれどうやったっけ、ごましゃぶのタレあるやんか、あれは濃厚ドロッとしてるからいいんやけど、このねごまだれ、定価で100円ほど安いねん。でこれね、何するためにこうだよって、いつもねつけ麺とかあるやんか、おそばとか、おそばにつけたらめちゃめちゃ美味しいからこれこうだんやけども、ちょっとお肉には、うん、物足らんかもわからんな。うん、で次はこっちのタレでいってみようか。
ねえ、この何ていうの、家やったらさ、こういういろいろな楽しみからできるやんか。このタレをこうしてああしてとか言って、これがまたええな。で、サバ寿司いっとこう。サバ寿司、サバ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 、いってみましょう。ごっついサバ、うまいな。うん、もうええ、ちょっとまだ赤い。どうじゃ、どうですか、こんなもんかい。ちょっとな、赤すぎたらあれやしな、焼きすぎてもあれやし。要はさ、テレビなんかでさ、焼き肉やっとって思えへん、あの自分なりにさ、お肉焼いてるシーンとか見たら、赤赤焼きすぎや、焼きすぎやとか言うので、あんまりテレビの焼肉とかの番組では半生っていうのはあんま出してないな。そりゃそうか、テレビでやって、もし半生で食うて食中毒になったらえらいことやからな。でもいつももうね、焼きすぎや、焼きすぎやとか思って、こっちが普通のタレで、だらっとこのネギいっぱい絡めて、で、いっときましょう。こんな格好、これこれ、これは抜群にうまいわ。見る、あーうめえ、たまらんな。やっぱりこのようできてるわ。いつも思うけど、我が家は焼肉屋さん、キッコーマンさんすごいですわ、うん、ねえ、ほんま好きなタレとかいろいろあるもんな。すごい、ちょっと待って、さっきウインナー置いとこうか。ウインナー置いといて、で、こっちの肉ね、これいっとこうか。ちょっとな、このほんま肉な、あの、なんでの、あの安いお肉やねんけれども、その、全然ね、刺しとか入ってないんやけれども、あんまりな、刺しとか入っとったらな、脂っこすぎるからね、うん、え、ということで、ね、サバ、サッパサッパー、うん、うまい、出るなくなってもうた、うん、やっぱりねえ、脂っこいお肉も美味しいんやけど、やっぱり最後にはこの赤身食うてる方が肉食うてる感じするな。うん、ええ感じやわ。で、ビール入れよう。で、チャラッと入れるね、え、よう言われるやん、もうチャラッとってお前な、いつもどういう意味やねんやけど、これはもう私だけの言葉やね、チャラッと、チャラッと広めて、みんなチャラッと言っとこうとか言って、チャラッと、うん、何でも使える、チャラッと、うん、なんだよ、ちょこっととか何でも、うん、何でも使える、何でも使えます。しゃあ、いっとこいっとこう、ええぞー、もうええか、もうぼちぼちやん、じゃあ、あんま焼きすぎたからな。で、こっちやな、ほら、これ肉、このね、ほんま高いお肉じゃないんやけれども、このお肉って食べたくなれへん、うん、ほんま、肉食うたら元気やな。でもさ、よく動画見てたら、動画見てたでしょ、動画、出してたらコメントをいただくやんか。あきぼ、肉ばっかり食わんと野菜も食べやーとか、まあ、野菜はね、ちょこちょこ食べなあかんなーとか、まあ食べたりもしてるんやけれども、でも、お肉もええけど、あきぼ魚も食べやーとかあるやんか。で、僕らさ、僕今50歳やで、50やで、たまらんど、半世紀を生きてきたんで、どうするこれ。今の嫁はんもおれへんし、どうするのよ、誰かもらってよって、なんで話が横向きにそれたんや、話でまあまあ、そりゃええんやけど、でも僕らね、若い時っていうか、
何ていうの、まあ、10代20代3、まあ、30代ぐらいの時もそうやったんかな。まあ10代20代の時は間違いですよ。年いったらあの魚食べやとか、年いったらもう肉食べられへんようになるからとか、若い時はいっぱい肉食べやとかいうのをなんかチラッと聞いとったんやけど、最近さ、要はテレビなんかであの長寿村っていうの、長寿の人って聞いたらほとんどが肉食らしいやんね。え、何のテレビかなんかで忘れたけど、なんかそんな見たんやね。長寿の人って週にほんまになんていうの、あの 4、5食っていうの、4、5回は肉食うてるから。ほんであれとか思って、ほんでなんかの時に、あれ昔ってさ、この年いったら魚食えとか魚食わなあかんとかで聞いたけども、あの長寿の人ってほんま、まあ魚食うてる人おれへんとは言えへんけど、肉食の人めちゃめちゃ多いね。あ、ほんまそれは思うわ。あんまりね、あの動画見てある同世代の方っていうのは、そういうテレビとか見て、そういうなんていうかな、場面場面見たら共感しはるんかもわからんけど、あんま若い人ってあんまね、そういうところ共感せえへんかわからんけど、ほんまそうやね。あのね、若い時はなんていうの、あの肉食うて、年いったら魚って僕ら言われとったんやけどね。でも、うん、あの今は逆転っていうよりも、ほんま元気に生きてる人って、元気に生きてる人って言い方悪いんやけども、まあね、肉だけ食うとったかって、それはあかんよ、あかんと思うで、健康的にはね。でもどっちか言うたら、その何て言うかな、元気にパワフルに生きてる人って肉食の人多いなって僕のイメージがあるんで、まあそういう意味では私も肉好きだから、ちょっとパワフルに生きていけるかなっていうふうに思う今日この頃であったということで、なんやねん。で、サバ寿司行ってきました。ビール、ほんま、なんか10言えへんから悲しいな。ちょっと入れておこう。お肉、お肉、お肉入れとく。ちょっと、ちょ、あ、そうだ、ちょ、時間差で行こうか。時間差で行って、おいで。そやね、どうします？あ、そうそう、さっき、タレ入れて、このタレには、やっぱしたっぷりのこの、ネギ。ネギ入れすぎ？入れすぎか？で、ネギね、ネギ。ネギ、バカッと入れて、で、どうしよう。さっき大丈夫か、さっきサバ寿司とかもう最後な、最後のサバ寿司、最後のサバ寿司とか、ほれごっついサバいってきます。うまい、うまっ。サバって安いんかな。いや、でも安くないわ。さっきので580円かなんか600円ぐらいって、それがまたタイムセールで安なっとってんかな。でもサバうまいな、ほんまに。ええ感じやわ。でええ感じで、ここでもう一個入れとく。お肉を入れると、で、で、ここでこれをいただく。ネギ、こっちでいっとくわ。あのって何やねん。お肉、お肉をこうネギ巻いて、ネギを巻いていっときます、うん。でもこのごまだれちょっとあれじゃが、いつものごましゃぶのタレに比べたらカロリーとかそこら低いんちゃうかな。なんとなくヘルシーっぽいような、あの口当たり、うん、ええ感じやな、うん。で、くっついてますって、大丈夫？で、これね、で、こっちこっち、これね、これはやっぱりあれやな。ああ、ちょっとこま切れやから、ほんまにこま切れなっとらん。このでっかい肉は、だから、さらな、すき焼きの肉でやってもよかったんやけど、すき焼きの肉高いからな。うん。で、いける？せや。いけるか？ええ感じか。今度はがっつり、焼き肉のタレでいこう。がっつりがっつり焼き肉のタレ。あいよー！お肉仕上がり。で、ネギ。
たっぷり絡めていっとこう。うん、ほんまでも私ほんまお肉好きやんか皆さんに言われてるけどね、秋坊ほんま肉好きやなとか、秋坊イコール肉やでっていうふうに書くけど、ほんま自分でも思うわ、肉好きやもん。うまいな、うん、でいけるかい、もうええ感じ、もうええ感じだこれ、これこういう細切れを大量に取って、でこういうところのネギと一緒にいっとこう。うん、うまい。ちょっとウインナー焼きすぎやからあげとこう。でウインナーな、こっちのごまだれのウインナー、ごまだれのウインナーな、ちょっとこのネギも絡めてみようか、こんな格好で。あっ、この今日はシャウエッセンやから、久しぶりに何ていうの、いつもこうで何やったっけ、朝から朝食ちゃう、朝食品な、何やったっけ、プチッと朝食品な、何名前忘れたけど、あれ買おうかな思ったけど、いやちょっと今日は違うやつで買おう思って、シャウエッセン、プチッと食感がいいな、パキッと食感、うん、これたまらんわ。うまい、ビール。うまいね。そういうことで、ほんならもうね、シャウエッセン、もう残り最後やから、残りシャウエッセン入れといて、で、お肉も焼こうか。お肉もチャラッとこう焼く。で、こちらの細切れ用の、細切れ、ほんまに細切れやな、これ。ちょっとこの辺焼いていこう。ほんま、ね、今日は、めちゃめちゃ豪勢、あれ？ビールだよ、さっきビール取ってくるの、すぐでビール取ってきたんで、ブシュッと開けて入れる、入れよう入れよう、チャラッと入れる。わおー、しべたいね今日も。うん、ええ感じ。今日もお疲れほいでビール、みんなお疲れほいでビール。最近ビールの歌歌ってないな、歌ってるよね今ね。えで、何の話しとった、お肉の話だったっけ。ああそうそう、何を話そうと思ったんやな、なんかビール取りに行って忘れて思った物忘れか、これは大丈夫か、おじい、いやいや違う。でちょっと待ってやねえ、ほんまこの家でこうやってさ焼き肉で楽しいよなーっていう話をしておうかなーと思ってたんかな、適当になんか話が変わっていったけど大丈夫で、いけまっか、いけまっか、こんなもんかい、こんなもんでいいやろ、よっしゃ、いっとこう。で、あ、先生タレを補充せなあかんなって一瞬思ったやん、そうよ、これいっとこう、肉、チャラッとこうつけて、わー、ネギが足らんぞ、ネギ、ちょ待てよ、さっきもうこれでいこうか、いっとこう。で、ネギ、ネギたっぷりザラッとこう入れて、で、こっちもか、こっちもネギやな、ネギをジャバッとこう入れて、ジャバッと入れてどうすんねんって話、1個返して、あ、1個返して、で、こっちがいっとこか、肉って何やな、ってそのは何やろ、ちょ待てよ、ネギたっぷりとったった、うん、で、こっちの肉、これもいっとこう。で、味噌だれ、味噌だれ、ごまだれな、なんでごまと味噌間違えるんかな、私よくわからんわ、なんかそういう偏見でもあったかな、わからんな。で、ネギたっぷり絡めて、
まいまい、ええ感じや。ほんま、うん、今日はあれやな、適量晩酌、適量晩酌どうなんやねんお前、いつもお前あの食いすぎやねんって言われてるわけでしょ。ほんまそういう意味では適量晩酌やわ、うん、ええ感じええ感じで、ちょっとあーちょっと待って、やばいやばい、こけそうなったやねん。で、タレこう入れて、で、ネギダバッとこう入れて、ちょっと私好きな半生でいっちゃおうか。今度はね、取れまっか、こっちできた、ちょっと取れまっか。どうしてもさ、やっぱりこの動画見てはる人もレア派の人と、で、ウェルダン派、よく焼かなあかん派の人いてんやんか。でも、よく焼かなあかん派の人っていうのはほんま、うわぁ生で来いよるわと思うんか知らんけど、ほんま、で同じようにレア派の人はお気持ち分かってくれるんやな、あれがな。うーん、こんなもんね。よっしゃしゃいっとこ、ちょっと待って、こっちも取っとこ、もう焼きすぎる焼きすぎる焼きすぎるかな、焼きすぎるんやけど、ちょっと待てよ、2枚あるということは私のお得意の重ね食い、この間にネギを重ねていっときまっか。ちょ、もうちょっと挟めるよ、いっとこう、いっとこ、ごっつい肉の食感うめえなあ、たまらんわ、リュウ、あーうめえ。ということで、何ウインナーもうえ、ウインナー、ウインナーな、ウインナーあんま焼きすぎてもいかんねんけども、このな、でも焼き色がついてなかったらあれやしね。もうちょっとこの細切れ、細切れもこれ最後やな、細切れをさっき焼いて、こま切れ、こま切れ、こま切れで焼肉っちゅうのも結構ええもんやで。何やろ、タレがドバッとついてくるから、あのうまい。つうかね、よう言われんやん、あきぼお前タレつけすぎやねんとか言うんだけど、ついついつけてまうねんな。うん、でもね、笑い話じゃないんやけど、ほんまあかんことやねんね、あかんことやねんな、ついついほんま癖っていうのが身についてしもてるからね、怖いもんですね。そうで、ウィンナーやってみましょうか。ウィンナー、はいよ、ウィンナー、はい、一丁出来上がり、いっときましょう、パキッて言うで、うん、パキッと食感、うん、もうあんまりこのぐらいでええんちゃうかい、あんまり焼きすぎたらな、なんからこんなもんでええかい、よっしゃ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 、ちょっと赤みが残ってるけどね、いっとこう、このほんま何ていうの、細切れのお肉をこうやってさ、いっぱいダバッとこのまとめて食うたら、これがもうなんか肉食うてる感じすんねんな。うめえ、ビール、あーうめえな、うん、ウインナーももう出来上がってきた、ウインナー出来上がってきたな、なウインナーをこっち入れて、お肉ちょっとこう焼いて、ちょっとこう焼く、はい、そのうちにウインナーいってみましょう、ウインナー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 、何言うてんねん、いとそうだ、最近の一人晩酌であんまウインナー使ってなかったかな、なんか今ふと思ったわ、ウインナー久しぶりか食うのとか思って、うん、ほんまのレアはこのぐらいなんかな、ちょっとさっきのは焼きすぎかもわからんな、うん、ええ感じだよね、ビール、ああうめえよ、もうええかい、よっしゃもうええんじゃん、これこのぐらいで超ええんじゃん、ちょうどピンクや、ちょうど間がピンクやね、これで、チャラッとこうつけて、これでいっとこう、うん、
うまい。もうええろ。よっしゃ。今度はごまだれの方。ごまだれで、ちょっと待てよ。こうタラッとこうつけるやろ。つけんのはいいんやけど、この上にネギをこう乗せるか。で、ちょっと待て、どうやって取る？いけるか。よっしゃ、ネギ、ネギまみれ。うん、めよ、ほんま冷たいビールたまりませんな、うん、で、チャラッと入れる。わー素敵やな。でもほんま何回もさ、焼肉屋さん行っても同じこと言うか知らんけど、肉とビールの組み合わせ最高やな。まあ肉と酒でもいいやけどな、うん、ねえ、そこ、え、ちょっと時間差、ええか、まあいっとか、ええか、よし、ええ感じやな。またほんなここで、まあタレ、まあタレな、まあタレちょっと入れといて、で、もうこのネギ、ネギは必見やな、ほんま。ネギはダバッとこう、ダバッとこう入れときましょう、ネギね。で、ネギを混ぜて、混ぜんでもええか、まあどっちでもいいけどな。で、よいしょ、ちょっと動いたい、くっついてきた、よいしょよいしょよっしゃ、ええ感じ、いいよ、もうええかな。なんやかんやとほんまね、ペロッと食うてええ感じやわ。ほんまにね、ええ夜食いう感じですわ。ということで、ちょっとええ感じの半生、これをこうチャラッとこうつけて、ネギ絡めていっときましょう。うん、うまっ、うまいな、うん、今日はほんまあれやわ、自分でお前しましても適量っていうかね、ええ感じやわ、うん、ほんま腹8分目じゃないけど、まあまあそやな、腹8.5 分目、9分目ぐらいって感じだけど、ほんまでも焼肉だけはほんま飽きひんよね、うん、まあ、それも毎日毎日焼肉ってやっぱ飽きてくるんかな。でもなんかな、あの結構肉食うてる頻度が多いから何とも言わないけどね。肉チャラッとこうつけて上にこうのせるな。もう最後の肉やから上にこうネギをのせるか、これでどう、俺そこ、ほんま、このたまには安物の肉いう言い方悪いけど、オーソドックスな肉食うてたら、なんでの、ね、中にな、たま、中にはというか、たまにはいつも食うてる厚切り牛タンとかさ、ああいうと特別な肉、特殊な肉っていうのもええんやけど、ほんま何気なくスーパーで売ってる焼肉、まあ牛肉もね結構高いからね、豚肉とか鶏肉に比べたら、だからそういう意味で言ったら、まあ豪勢かもわからんけど、あのね、いつもやってるっていうか豪勢な焼肉に比べたら今日はちょっと質素な方やんか、あのスーパーの肉やからねそれでもやっぱりこの肉食うたら満足やね、ビール、ああということで、ほんまにね、お店で行く焼肉屋さんで食べるお肉もええんやけれどもね、どうしても外やったらさ、また帰りのこと考えて、いろいろ考えなあかんけど、もう家やったら、まあ片付けはもうな、めんどくさかったら明日に回して、もうあとは寝るだけでもええから、その辺がやっぱり家で焼肉した方がこう気楽というか気が落ち着くというかな、ほんまそういう意味で、あの楽しいかもわからへんね。ということで、またこの動画見て皆さんも焼肉食べたくなったら焼肉やってみてはいかがでしょうか。ということで、本日も長々のご視聴ありがとうございました。で、次回の動画もお楽しみに。さよなら。